やっとコンプ。やっとコンプだ、このシリーズ。もうね、あと2種だから。出るでしょ、今日。鳳凰とエアムド。今日で、エアムドと鳳凰を出して、ルギアと鳳凰ダブル、金白銀白のダブルを見れるという奇跡ワルゴ。レベルファクス、ガイリッチとか、しかしな、パティンやめろ、ガチパティン。本当に怖いわ。前回みたいなパティーンがあるかもわからんパティーンだからね、これね。やめてくれよ、本当に。今日出なかったらもう出ねえぞ、ガチで。今日出なかったらもうコンプ諦めた方がいいっていう。やっと見つけたからね。やっとこれギリの2箱だから、もうガチのギリの2箱だから、もうね、これで出なかったら。コンプできないんだけど、まあ、出るでしょ。もう大丈夫だし、ここまで開けてコンプできない。もうエアムドは出る、絶対に。エアムドは出るけど、金白の鳳凰が出るかどうか。まあ、ルギアも3枚来てるからさ、まあ、出てくれると思うんだけどね、ほう。ほんと頼むぞ、ほう。ほんとこんだけ苦労すると思わなかった、色紙アートシリーズでコンプリート。一発目からほうかな。アーブート!こんなかっこよかったんか、デザイン。なんか違くね?裏に載ってたデザインと。100倍かっこいいじゃねえか、お前。バカ野郎くだわ。100倍かっこいいじゃねえか。マジか、エアブド、これ金箔でいいレベルじゃん。てか、銀箔でいいね、銀箔。銀箔でよくないこれ。それか、ブルー箔押し、青箔。よしよし、いい感じ。一発目から持ってないの来た。あと、鳳凰でコンプじゃん。今までエアブド出してねえし、これ多分、鳳凰と同じ箱に入ってんだろうね、きっとね。流れ的に、配列的にはさ、絶対にエアブドと鳳凰が同じパティに。まあ、シャプリングの可能性はないと思うから、シャプリングされてたらわかんないけど、多分されてないと思うから、多分鳳凰でしょ、ほら。あれ待って、待って、セレビーか。セレビー何回見ても美しいデザインなんですけれども、ちょっとここノーセレビーだ。もうそろそろノーストップセレビー。ちょっと待って、ほんと頼む。ほぼ出させて。最初に、ほぼゲットして、あとはもう、のんびり開けると。バンギーとかもあと2枚欲しいんだよね。合計5枚欲しいからさ。これでほぼでしょ。ついに、ほぼのパッキーで、ほぼのパッキーで、わざわざ口が、下が回るのがほぼでしょ。あれちょっと待って。出ねえぞ。これ2枚目ね。2枚目。前回最後の方にゲットしたんだよね。スイ君いいよね。スイ君単体もすげえ惜しいわ。箱押しで、ブルー箱押し、スイ君。ザーン!よし、いい感じ。2枚来たよ。あ、落ち着け。大丈夫、焦るなって。やめろ、お前。マイナスイメージはやめろ。絶対来るから。心配すんな、お前。怖え。でも、鳳凰出るとしては、多分、鳳凰のパッキーで出ると思わない。鳳凰のパッキーで、でも、これですもん、全然。いいからね。待って、本当に怖えわ。冗談だな、向こう!やっと金箔だからね。やっと見つけて、今日、だから、繋がってるから、さ、やべえ、完璧やばい。ちょっと、ほんとにやばくない。ポリゴンぶち折れてた時が懐かしいぜ。ポリゴン最初にやった時折れてたんだよね。まあ、実際出してさ、触ることができてからいい経験できたんだけど、逆に。新しいのもゲットできてるから。で、このパック、鳳凰のパッキングで、鳳凰でしょ、金箔。ついに金箔と銀箔並び。いや、長かったな。こんなに苦労すると思わなかった、このシリーズ。ありがとうあれ、ちょっと待って。嘘っしょ。落ち着けよ。待って。取り戻せよ。まだ、バカロー、お前、取り戻せよ、お前。めっちゃ怖い。出ないって。待って、本当に次の箱でやめてほしいんだけど、この箱で出したい。緊張感がやばいことになる。ちょっと待って、本当だ。今日出なかった。俺、立ち直る。もう出なかった。今日ね、引退するわ、俺。もうポケモン色紙アート3段出ても引退する、俺。もう今日で引退する。このダメージは。計り知れないぞ。今日出なかったら。でも絶対出ると信じてるから。あれ?ちょっと待って、マジでやばい。引退か?おい。引退か?ガチ引退か?ポケモン宿舎と。引退か?引退したくない!頼む!引退したくないんだけど。だって最後鳳凰だから、ルギアから行くか。多分鳳凰のパックで出ると思うんだよね。ルギアとかってルギアのパックで出てなかったっけ?あれ?俺勝手な妄想か?待って。妄想入った。ルギアとかルギアで出てたような気がするんだけど。よし。でもわかんないからね、そんなもの見てみないと鳳凰かもしれ、引退するかもしんない。みんなごめん、悪い。本当にごめん、申し訳ない。引退するかもしんない。マジやべえ。引退したくないよ。でも最後、残ったのが鳳凰でしょ。まあ、残したのが鳳凰だから、絶対これ鳳凰でしょ。気が、お前なんでこんな来ないの?こんなに苦労すると思わなかった。ルギア結構来て、3枚来てるからね、ルギアね。合計、あ、4枚、あ、3枚だよね。3枚、合計3枚来てるから。結構出てんのに、金箔のね、鳳凰が出ねえんだよ。金箔と銀箔ダブルで並べ、まあ、エアムドでしょっぱな出たんだけどさ、奇跡だよな。今までも出なかったやつ、一番、待って、それで運使い果たしたってことはない?あー、怖い。行くしかない。頼むぞーパワーアフルパワー、パ、いやー、引退か?ポケモン好きしちゃうと引退か?やだー!しかしながらさ、
あの、これで出せばいいんだから。ね。これで出せれば、引退セーフだから、引退って、出る気しねえ。ガチでか。ほう、こんなと、俺、待って、どんだけ買ってると思っちゃうんだよ、合計。合計も、え、めっちゃ買ってんのに、トータル。金箔こんな強かったんか。やっぱ金箔だからな、金箔。金箔ということでさ、かなり、やっぱレア枠になってる。でも銀箔来てんだよ、ルギア。銀箔と金箔なんて両方同等じゃん、同等。同等だよね。ね。なのになんで、ルギアだけこんな出て、ね、もっと、もう出ないの？そんなことってアルパティンなの？いや、アルパティンだから現実に起こってんだよね。頼むぞ、ほう。お前、ほんと空気読んでね。さ、いや、もうだ、あの野郎は、俺を引退させるか。俺を引退に追い込んだ。俺を引退に追い込むのはお前なのか。俺を引退、いや、しかしだ、俺の大胸筋は負けん。ほうには負けん。俺の大胸筋。こういうね、苦しい時はね、俺は大胸筋の分厚さに乗り切ってきているんだ。そうだ、絶対大丈夫だ。絶対大丈夫だ。絶対大丈夫。はい、ルギアのパッキングから、ほうを金箔ってるっていう。4枚目だぜ、おい。待って、あのさ、あれ、ワンボックスさ、2枚あった気もなかったよな、このシリーズ。このシリーズ、ポケモン色紙アートワンボックスでさ、2枚なくなかった？なくなくない？なくなくない？なく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 ない？なくない？ちょ、待って。これで3枚でしょ？あと1枚あるはずなんだ。あと1枚。だから合計、ちょっと待ってくれって、ルギア3枚。え、合計4枚じゃない？前回まで3枚出てたよな。待って、俺の妄想入った。え、妄想だった。これで合計3枚。1枚ないんだけど、ルギア。あれ？ 2 枚だったっけ？今まで。これで3枚。え、待って、これで俺4枚目だと思ったの？これで4枚目だと思ったんだけどさ、ないんだけど。ルギア、ちょ、俺勘違いしてた。ごめん。マジで。勘違いしてた。ルギア、これで3枚だ。これでルギアトリプル。これでルギアトリプルか。そういうことね。あれ、もう1枚あったんだけど、合計4枚な気がしてたんだけど、3枚だった。やべえ。完璧に妄想入ってんじゃねえかよ、お前。これで3枚、マジごめん、間違えた。あともう1枚出てた記憶あったんだけどな。これで合計3枚か。いや、まあ、どっかにあるかもしれない。間違ったらごめん、マジ。とりあえず、ルギア出まくってるって、しかもさ、これ、マジ、ワンボックス2枚なくなかった？なかったよね。ワンボックスに2枚なかったよね、金箔。終わったんじゃないの？これ、嘘、どんだけ出ないの？ほう、金箔。ほう、金箔ってさ、どんだけ俺のこと嫌いなんだ、あの野郎、マジで。いや、まあ、嫌われれば嫌われるほど俺は追い求めるけどね。もうね、意地でもこうなったら出すしかなくなってきたわ。多分今日、いや、でもさ、今日出なかったら引退だからね。俺決めたから、もう絶対に。うん、武士に日本はないから、武士に。武士に日本はないから、今日出なかったらボケモン式じゃんと引退するよ、俺は。ボケモン式じゃんと。え、マジでも、引退じゃん、これ。絶対ワンボックスにないもん、2枚、金箔。今まで開けた感じだとワンボックスに1枚だったじゃん、確実に。あ、でもシャッフリング、でもシャッフリングパーティーないと思うもん、これ。ぴったりだからさ、枚数的に。バンギ、よし、バンギあって1枚。うわぁ、みんなごめん、ポケモン色紙アート、今日で最後だわ。マジで。だって出ないんだもん、あと1枚。ほう、金箔の野郎が。銀箔こんな来てんのにさ、銀箔来ねえんだもんさ。なんでこんだけ買ってんだよ、俺。こんだけ。合計何枚買った？それで金箔一番出ないって、これね、おかしい。これね、この、あれ、色紙がおかしい。こんだけ買って出ないということは、もう色紙のね、もう、はい、率がおかしい。これはもう、しょうがない。率がおかしい。こんだけ買って出ないんだよ、だって金箔。ただ単に運が悪かったとさ、片付けられるレベルじゃねえよ、これは。金箔出ないのを狙ったし、もう、嫌いなんだと思う、俺のこと。俺こんなに好きなのに、こう、めっちゃがっけー。メイドデザインとかさ、子供の頃も好きでさ、今も大好きなのにさ、向こうにこんだけ嫌われるなんてな。これ、心のダメージ半端ねえぜ。いや、まあ、で、やっぱルギアの、パッキーからルギア出たから、一応さ、まあないと思うけど、期待を込めて、最後に鳳凰のパックを開けようと思う。今日で最後だし、俺。ポケモン色紙アート。今日で最後だしさ、は、どうせさ。うん、これは鳳凰だからさ、最後その後ろのルギア取って、鳳凰のパッキーは最後にやりたいと思う。まあ、どうせ出ないけどね。もう分かってるもん。ワンボックスワンパッキーがさ、レア枠じゃん。だからこれどうせ出ないの分かって。ちょ、待って、幻かもしれない。ちょっと。最後に、これ開け、最後のパッキー開けてから、ルギアのパッキーだよ、出るよね。ちょっと、落ち着け、え、マジまあ、でも最後のパッキー開けてからでしょ。最後のパッキー開けてからもう一回見るわ。ちょ、あった、本当にやばい。ちょっと、落ち着け。引退しないで済んだかもしれない。マジ、引退しないで済んだか。さ、おい、やんぶと最後ね。これは最後のパックで。今、この前に開けたやつが問題でさ、ちょ、幻かもしれないっていうね、疑惑が出ているパーティーン。え、嘘！引退しないで済んだかも
3, 2, 1 準備はいいか、心の準備はいいか、マッスルたちよ、全世界のマッスルたちよ、いいか。くるりんぱ、おおやっ、あつて、あやべえ、めまいしてきた、あやばい、酸欠酸欠、息をせ。確実にさ、もう鳳凰じゃん、もうこれ見間違いとかない、そういうあのレベルじゃない、確実、ほら、うおー待ちに待っていた鳳凰だ、金額鳳凰ついに引退しないで済んだ、うおー、スタイさんなんてでも買える、第3弾ででも買うぞ、コンプいけるぞ、やった、いやまあそこも嬉しいんだけどさ、あのコンプできたっていうのがすっげー嬉しい、いやーやっぱさ、もう自分の力でコンプするのいいね、まあ単体買ってもいいんだけどさ、カードショップとかで見つけて、でもこうやってさ自分の力で自分で出した時の感動と興奮は一生忘れないじゃん、これ一生忘れないよ、俺この時この瞬間を、残、おお、金と銀、金と銀、逆にしても金と銀、ワンボックスに2枚のパティもあるのか、ワンボックスもルギア出たからさ、今までなかったもんな、絶対に。もうルギア出てその時点で打ち止めだったんだけど、終わったと、確実終わったと思ったら、逆転パティーンだったわ。うわぁ、こんだけ開けてや、こんだけ今まで、これパート3かな、パート3でね、多分パート3かパート4なんだけど、こんだけ開けてや、たったの1枚。激レア中の激レア中の激レアじゃん。うわぁ、かっけ、鳳凰って書いてるね。金箔でしかも、鳳凰。この金箔。そして銀箔のルギアと並べる。うわ、かっけえ。ダブル、金と銀のダブル、やばいね、この迫力系。しかも最後の最後でエアームドの被りも来てくれたし、いやー、これこそ大処理中の大処理中の大処理中のレベルマックス外伝中の奇跡ミラコだわ。すげえわ。こんな運いい展開もう多分ほぼないぞ。たまに、ごく稀にある、神回中の神回だった。やっ終わったと思ったのに来た、ありがとう、最後の最後で来た。いやだってルギアのパックで出ると思わなかった、ルギアのパックで出ると、じゃあこれ最後に開けてたらこれ最後だったんだよね多分、俺順番変えたよね確か、あれ順番変えちゃったよな、変えなかったらこれ最後に出てたんじゃない、あれルギアの、俺ルギアのパックを先に開けて鳳凰を最後に開けようと思って、確か変えたよね、やばいなこれ、お前見せてくれるじゃねえか。いや、ほんとガッキーは苦労してゲットした甲斐があった。ほんとに。一緒の宝物だな。この思い出とともに。思い出、もうこんだけ苦労したんだ。もう忘れないぞ、お前のこと。マジで。すっげえ辛かった。これ第3弾とかガチあれだな。もう4ボックスぐらい一気に買っといた方がいいわ。2ボックスコンプとか甘っちょろい考えしないでこう。あ、もう被りも欲しいからね。どっちにしろさ、被りたくさん欲しいし。鳳凰もさ、あとせめてもう1枚欲しいんだけど、1枚じゃ足りんぞ。だってルギア3枚来てんだぜ。ルギア4枚の記憶あったんだけどね。なんか3枚だった。3枚だったからちょっと勘違いしてたんだけどさ、もう1枚ぐらい欲しいよね、鳳凰並べたいよね、まあ、とにかくもうあの金と銀揃ってよかったということで、今回はポケモン色紙アート第2弾のね、全種類コンプリート全種類コンプリート回でした。いやーよかった、もう本当に終わったと思ったもんね、引退コース真っ白だったじゃん途中まで、最後の最後で鳳凰がね来てくれた、しょうがねえなゴリラ出てやるかと、マジめちゃめちゃ嬉しいんだけど、どうしようこのテンション、おかしくなってきたテンション、もう上半身裸でさ腕立てしてからさ外走り回りてんだけど、マジで、いやさすがに下半身脱いだら逮捕案件だろこれ、いや脱ぎてんけど、もう全身見てほしいよな、もう俺の全身この体のパワーを、いやめっちゃ嬉しい、よかった、マジで嬉しい、ほうとルギアついに揃ったわ。もう待ちに、この瞬間待ちに待ってたんだよね。ずっとしたかったんだよ。本当は前回これができるはずだったんだけどさ、もう前回も追い詰められてさ、いや、もうやっぱりダメだったじゃん。で、今回も後半もうやっぱりダメかなと思った瞬間に、もうラスト武士の情けをかけてくれたんだな。ほう、しょうがねえなとゴリラ出てやるよ、今回は、みたいな。ありがとう、ほう、勝ち。え、すげえかっこよくない？金と銀の。金箔の鳳凰と、銀箔のルギアっていうのがたまんないよね。ダブルで並べられる。セレビーでしょ？で、エアムロでしょ？この、うわー。かっこいいデザインの色紙アート。全種類コンプできたという現実。いまだになんかぼーっとしてるわ。全種コンプできたんだよね、俺ね、ちゃんとね。コンプできてるもんな。全部出てるもんね。うわ、よかった。それではまた次回。ポケモン色紙アーティング。第3弾でパート3でお会いしましょう。最高の金箔と銀箔だったわ。この並びできたことが嬉しいプライスレスだ。マジありがとうな。おう。
ほう、本当にありがとう。一緒大ですから、お前。来てくれてありがとうな。本当に一緒大にするよ。めっちゃかっこいいわ。金と銀、やばいな、この迫力。これはプロテイン100倍うめえな、今日のプロテインは。これ眺めならプロテインでしょう。ありがとう、来てくれて。一生大事にする、本当。本当ありがとう、ほう。来てくれて。情けをありがとう。情けを。